砂の栄冠は、三田のリーフサによる日本の漫画作品。週刊ニアングマガジンにて2010年30号から2015年37.38、合併号まで連載された。三田のリーフサによる、甲子園へ移行こう。以来の長編野球漫画。高校野球と金がテーマになっており、一般的な野球漫画と比べて、ブラックな要素が散見される。また、 高校野球を単なる学生スポーツとしてでなく、工業であることを強調しており、野球部員たちが、爽やかな高校球児を演じることにより試合を有利に進めようとする様が描かれている。本作品の舞台は、選抜高校野球大会に過去2度出場した進む学校である、群馬県立高崎高校がモデルとなっている。 2014年にムービーコミック化され、ユーラにて配信された。学校創立100周年を迎えたとし菓子の高校野球部は、夏の県大会決勝まで勝ち進むも、逆転負けを許し、あと一歩で、甲子園出場を逃した。特別支援が打ち切られ、菓子の野球部は、波のチームに戻ってしまったが、野球部のファンである老人の徳さんは、 新チームのキャプテンとなった七島博之に現金1000万円を託し、七島は再び甲子園出場を目指すこととなる。全国レベルのチームの実力を学ぶために、甲子園球場へ行った七島は、高校野球マニアの滝本や小林と出会い、甲子園での戦い方を教わる。秋の県大会では、初戦から金賞差で勝ち上がり準優勝を。続く、 関東大会は一回戦敗退ながら、後の優勝校相手に延長戦までも連れ込む、前戦が認められ、柏の高校は21世紀枠での選抜出場を果たす。そして甲子園でも七島の奮闘で、優勝候補チームやダークホース相手に勝ち進み、チームは4入りを成し遂げ、七島はこの大会のスターの一人となった。しかしその後、 選抜4強であることに過剰な自信を持つ者や、高校野球選手として燃え尽きたかのようなものが多く、現れた。春の県大会は、まさかの1回戦敗退、選抜での活躍が認められ推薦出場した、関東大会も同じく1回戦敗退。これをきっかけに、軍を中心に伸び伸びと部活をしようとする派閥、細眉派と、 七島を中心に厳しい練習を積んで、試合に勝つことを目指す派閥、太眉とに分裂し、対立、第一次眉毛戦争が勃発してしまった。チーム内不和を抱えたまま迎えた夏の県大会。七島の踏ん張りでなんとか勝ち進み、決勝戦は七島が、乱調ながらも逆転勝利。柏の高校野球部は初めて夏の甲子園出場を果たした。 大会を授乳症で終え、埼玉に帰ってきて間もないある日の早朝、七島と遠藤はかつて1000万円を埋めた場所に、甲子園出場記念品や1000万円を使った領収書などを納め、甲子園の砂を被せてその場を後にする。埼玉の県立高校。進む学校であり、スポーツに特別力を入れているわけではない。夏の大会で戦った野球部のメンバーは、 記念となる年に、甲子園出場を果たすことを目指し特別に集められた3年生、中心であり、秋からのチームの戦力は七島以外相当、落ちてしまう状況だった。通称、浦州。七島妹枠、長巨大目の上の単庫部。男女共学生と数1400名のマンモス、私立校で、スポーツに力を入れておりどの分野においても、 全国大会の常連という競合校。特に野球部は、看板で、夏9回、春6回の甲子園出場を誇る。中学の有名選手が集まり、部員数は1、2年生だけで80名を超える。部内競争が激しいため、実力があっても3年間を、スタンドでの応援で終える部員も多い。加藤曰く、B チームでも、県大会優勝できる戦力を持つ。 七島が2年の時夏の県大会決勝でカシノに勝利、周期県大会準決勝、翌年の夏季県大会決勝でもカシノと対戦している。眉毛を細くしている部員が多かったが、選抜終了後に禁止し、さらにプレイスタイルを堅実なものへと変えた。神奈川県の私立男子校、通称東横。野球部は全国トップレベルの競合で、 春2回夏3回の全国優勝を果たしている。全国から有望な選手を集め、さらにエリート教育で鍛える。OB は大学、社会人、プロ球界で一大勢力となっている。大阪の野球競合校。関西の野球少年たちの憧れの存在であり、入部してくるものはエースで4番だったものばかりである。東京にある野球強豪校で、 全国制覇は春2回、夏2回を果たしている。選手たちは毎食3合の米を食べており、体格が良い。関西の高校野球ファンからも比較的人気がある。石川の私立校。野球部は昔からの競合であるが、ある時期から甲子園とは遠ざかっていた。最強化のために釘谷監督を招聘し、部員は100人ほどいたところを1学年15人の、 少数精鋭教育に切り替えた。和が強い選手が多く集まっており、チームプレーに関する評価は高くない。北海道のチームで初めて全国制覇を果たした学校を、守備のバックアップを徹底して鍛えている。応援のブラスバンドの細やかさもファンの間では高評価。毎年春夏の甲子園大会を毎試合観戦しているグループの一つ。 投資で入場券を買っており、バックネット裏中央の良い席を確保するため4人の交代制で席取りを行っている。七島はここで彼らと知り合い、甲子園の戦い方を知ることになる。2010年12月6日、発売 ISBN978 から40億636197752011年1月6日、 発売 ISBN978 から40億636198502011年3月4日発売 ISBN978 から40億63821022011年6月6日発売 ISBN978 から40億63824092011年8月6日 発売 ISBN978 から40億6382万6382011年11月4日発売 ISBN978 から40億6382万10172012年3月6日発売 ISBN978 から40億6382万14752012年4月6日 発売 ISBN978 から40億6382万15672012年8月6日発売 ISBN978 から40億6382万19322012年11月22日発売 ISBN978 から40億6382万23592013年3月6日 発売 ISBN978 から40億6382万27312013年4月5日発売 ISBN978 から40億6382万28232013年7月5日 発売 ISBN978 から40億6382万31722013年8月6日発売 ISBN978 から40億6382万33632013年11月6日発売 ISBN978 から40億6382万37072014年3月6日 発売 ISBN978 から40億6382万42922014年4月4日発売 ISBN978 から40億6382万44832014年7月4日発売 ISBN978 から40億6382万48412014年8月6日 発売 ISBN978 から40億6382万49882014年3月10日よりスマートフォン向けのアプリユーラにて漫画に音声や特殊効果を加えたムービーコミックが全36話配信された。ありがとうございます。